お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。南葛対東邦、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれない様子。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まあ、ホームサイド南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション、キャプテン翼くんを筆頭に実力あるメンバーが揃っています。個人技とチームワークともに抜群な総合力の非常に高いチーム。そしてアウェーサイド東邦、4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の若島津くんを中心とした堅固な守備から、テクニシャンの澤田くんがボールを運び、エースストライカーの日向くんがゴールを仕留めます。さあ今始まろうとしています。岩見くん、これをトラップ、捕らえよ。長野くん、長野くん、センターラインを越えて攻め込む。さあゴール前です。杉君、強烈なシュート。若島津くん、ゴールを守った。こぼれ球をものにしたゴールを狙う。ヘッドでパスを取る岩見くん、スライディングでキャッチを。ここはパスを出した。さあゴール前です。ハチ君、センタリングを上げた。くっ、いくぞ。頑張れ柴野くん、行け。パスを出します。パスを出す。どうだ。パスを出した。キャプテン、激しいタックル。長野くん、ここからチャンスを作るか。あったぞ。素早く横に倒す。はぁ、おっと攻守交代だ。反町くん、ボールを持った。パスを回す。見たか。これ、行け。ボールを狙うも届かない。横をすり抜けた。敵陣へ攻め込む。よし、高すぎる。ボールを狙うも届かない。反町くん、渾身の決めた。森崎くん、横に飛んだ。ドロップキック、どこまで運べるか。さて競り合いに行く。ここはパスを出した。はっ、谷君、パスを回す。さあ古田君、このパスをカットします。バタボー、ぶつかっていった。行け。パスを回す。杉君、そらセンターラインを越えて攻め込む。横にかわして突破。杉君、ここはパスを出した。行け。ゴール前に持ち込む。ヒットパスのシュートでゴールを狙う。さあゴールと真っ向勝負。若島津君、ゴールを守った。川部君、パスを出します。岩見君、ここはパスを出した。さあ、どうだ。古田君、反町君、これをトラップ。それ松木君、ここは勝負を避けた。岩見君、ここは抜かせません。ここはパスを出した。あーと、ドリブルを見送る。おっと、攻守交代だ。高杉君、ボールを狙うも届かない。体ごとぶつかっていった。それはっ、それ。前半もすでに15分が経過しました。次、ここからさらに白熱した展開が期待されます。チャージが来ました。いけいけ。ダイレクトでパス。翼くん、ゴール前に持ち込んだ。ここはパスを出した。パスを回す。石崎くん、ボールを狙うも届かない。パスを回す。ここはパスを出した。パスを出します。東方、なんとしても1点を奪うつもりだ。いくぞ。キューブラッツ、スペースを取り離す。パスを回す。反町くん、キーキタッチのシュートでゴールを狙う。このボールに対して森崎くん、ゴールを守った。ロングパスだ。素早く繋ぎます。伊沢くん、激しいタックル。それ、キーキー
もらった。スライディングで止めた。ここでスルーパス。ユダワ君、激しいタックル。どうだ。長野君、素早く繋ぎます。川部君、ボールを狙うも届かない。翼君、ここからチャンスを作れるか。長野君、ゴールを狙う。今井君、これをトラップ。ユダワ君、シュートだ。よっしゃ。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。はっ、シュート。センターラインを越えて攻め込む。スライディングで止めた。今井君、パスを回します。パスを回す。それ、いけ。敵陣へ攻め込みます。いけ。横をすり抜けた。ボールを持った。チャージが決まった。杉君、ストレート。強烈なコースを。若島津君、反応している。杉君、このゴールで、あれが決まらなきゃ点取りが失格だぜ。これでピッチ。そりゃパスを出します。沢田君、これをトラップ。体ごとぶつかっていった。激しいタックル。中学、ボールを持った。もらった。それ。それ。川田君、鋭い回転をかけてゴールを狙う。森崎君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。両者激しく激突。空高くで火花を散らす。小田君、この対決をものにした。南葛、1点差での折り返し。このリードを守りきることができるのでしょうか。取った。それそれそれ。松木君、ボールもなんと届かない。小池君、このスライディングが決まった。それよ。パスを回す。翼君、ゴール前に持ち込む。狙いすましてシュート。ネットに突き刺さる。翼くん、勝ち越しゴールを奪えないキーパーなんていない。ダメだ。ヒューガくん、次々にかわしていく。センターラインを越えて攻め込む。ヒューガくん、渾身のシュート。森崎くん、このシュートゴール隅に決まった。俺は世界一のストライカーになるんだ。ダメだ。パスを回す。しまった。次々にかわしていく。センターラインを越えて攻め込む。川部君、ここは抜かせません。もらった。スリングだ。激しいタックル。鋭いスライング。ここはパスを出した。このタックルは不発に終わります。ハッハだ。東方、なんとしても1点を奪うつもりだ。ボールを狙うも届かない。よし、このスライディングが決まった。それそれ、ダイレクトでパス。南葛、なんとしても1点を奪うつもりだ。行けと見せかけてパス。行け。よし。これはごぼう抜きだ。ゴール正面だ。キーパーごと押し込んだ。このゴールを奪えないキーパーなんていない。いけいけ。キャベ杉君、パスを回す。いけ君、ここはパスを出した。見たか。パスを回す。ソリマチ君、これをトラップ。チャージが決まった。キスギ、ボールを持った。はっ、もらったね。横をすり抜けた。取れ。取れよ。長野君、ここから打ってきた。高島君、ボールを奪うことができません。チャージが決まった。東方、ゴール前からどう展開していくか。大きくクリア。
長いパスを通った。ソリマチ君、ソリマチ君、これをトラップ。ソリマチ君、ここからチャンスを作れるぞ。そうだ、パスを受けた。はっ、それ敵陣へ攻め込みます。ほら、すでに後半も半分が経過。それここからの得点は金の半分じゃ意味を持ちます。それ高島君、このスライディングが決まった。やったー、すり抜けた。ソリマチ君、ここからチャンスを作れるか。リスザキ君、激しいタックル。高杉君、ボールを奪うことができません。ヒューガ君、渾身のシュート。森崎君、このシュートに反応している。ハントキックで大きく蹴り出した。おっと、少し交代だ。パスを受けた。やっし、振り切った。ソリマチ君、パスを出します。見たか、それこのタックルは不発に終わります。ヒューガ君、ここから打ってきた。ハンドキックで大きく蹴り出した。この位置で攻守交代だ。はっ、ここはパスを出した。よし、体ごとぶつかっていった。ヒューガ君、パスを回す。パスを受けた。敵陣を攻め込みます。マスキ君、素早く横にかわす。それ、ゴールを狙う。あっと、奪い返した。小田君、ボールを蹴り出します。いい形でボールを奪った。小池君、パスを受けた。ヒューガ君、ゴール前に持ち込んだ。横の上で鋭く反応。うわー、止められない。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。次々にかわしていく。センターで攻め込む。しまった。翼くん、敵陣を切り裂く。さあ、ここまで鋭い回転をかけてゴールを狙う。若島君、ゴールを狙う。このシュートを迎え、このゴールで勝ち越します。あれを決めなくちゃ男じゃない。はっ、しまった。これはごぼう抜きだ。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。小田君、このスライディングが決まった。ここをすり抜けた。いけ、キスミ君、ボールを持った。敵陣へ攻め込みます。かわして振り切った。キスミ君、連続突破で見せます。力を取って強烈なシュート。若島津君、このシュートに反応している。ここはパスを出した。やった、守備の体勢が整っている。これで乗れ。敵陣へ攻め込みます。やった、決まった。あとドリブルを見送る。長野君、パスを出します。よっしゃ、ここはパスを出した。やった、決まった。よし、何、川辺君、ボールの狙いも届かない。タッグ、なんだ、すごい。南葛、勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。